ムスイングに乗ってできる壁について、お話ししようと思います。で、よく私がレッスンをしていてトップオブスイングをしてそこから切り返してここで壁を作ろうとするのが、すごく多いんですね。で実際ここにこういう形を作るっていうのは本当に必要なのかどうなのかっていうのをちょっと検証してみようと、まあ、考えてみたいと思います。ね、まずこれ、練習器具です。すごい柔らかいですね。これまあシャフトもこのくらいしなりますよというわけではないんですが、トップオブスイング作ってここから下半身の先行動作を行ってここで止めると今ものすごくしなりましたよね。実際このくらいのしなりがクラブにも生まれているはずなんですね。でここで止めてしまうとこのしなりがゼロになった状態でいくので、もしかするとこうちょっと軸が傾いた状態で、スライスしてしまうかもしれない、ね、ちょっと一回やってみましょう。トップ作ってここで止める。ちょっと手が痛いですね。やってみましょう。やっぱ少しここで止めると、完全にピタッとなってしまったっていうのもあるんですけども、ちょっとペースが開いてスライスしてしまいましたね。では今度はここで止めずにここで止めずに振り抜いてみましょう、ね。軸が傾かなかったのでまっすぐ飛びました、ね。ここでためを作るという、文章多いんですけども、ここではためは作らないっていうのが正解かもしれません。実際スイング動作の中でためというのはバックスイングを行った時に背筋が伸びます、捻転します。この部分でできる下半身と上半身の捻転差でためができるよっていうのが正解です。トップでためを作るので、そこからは一気に解放していかないと多分振り遅れが起こってしまって、力をロスしてしまうと思います。ここで構えました。構えて上げて、ここがためです。ここはためではないです。これはスイング動作の一瞬なので力をためてはいけない場所だと思います。ここでためを作らずにそのままフォローまで振り抜いてみましょう。トップでためを作らずに、ね、でここでためを作ってしまうと体が右に傾いてしまうので、わりかしこうスライスしやすくなっちゃう。意外とこうドライバーが苦手なんですとかボールがスライスしてしまうんですっていう方、ね、そういったものを悩みとしている方に多いパターンとして、すごくここでためを作ってしまうっていうパターンが多いのかもしれない。この部分っていうのはもうどんどん伸ばしていきたいですし、ね、これ体の正面でこんなことしなくてもいいです。もう一気にフォローする、ね、左側にクラブを振っていってあげるっていうイメージを持った方がいいです。その方がボールが遠くに飛びますし、ヘッドスピードを損なわずに打っていけるので、ボールを遠くに飛ばせます。本日の動画は、ためっていうのはここではないんですよ。トップ行った時にできるのがためですよ。ここはもうスイングの通過点ですから、ここで動作を止めるようなことはしてはいけないんですよというお話でした。はい、今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ぜひまた見てください。